皆様こんにちは。 AFS 日本協会理事長の小川豪太郎です。まずは今回の大震災において被災された皆様方並びにご家族ご親戚の方々に心よりお見舞い申し上げます。 AFS としましてもこの震災により大きな困難を被りました。最初に私どもは AFS で海外から来ておられる生徒の安全並びに海外で留学している日本人高校生のご家族の安否について確認努力をいたしました。支部多くの方のボランティアの皆様のご協力において幸いにも全員がの無事が確認されたことは大変嬉しいことでございました。しかしながらその後に AFS としましては春組生約250名が3月23日に到着予定でございましたので、その生徒に対してどういうふうに対応できるかということをいろいろ考えました。大変難しい困難な、それから非常に、私どもにとりましても大変残念でございましたけれども、春組生の到着を8月に延期していただく、そして年間留学を6ヶ月間の留学ということに変えていただくという決定をいたしました。これにつきましても非常に多くのホストファミリー、ボランティア、支部の方々は安全な地域においてはぜひ予定通り生徒を受け入れたいという強い気持ちを表明してくださいまして、大変ありがたかったのですけれども、日本全体にまだ非常に不確定要素があったということで、やむを得ず、春組生をセメスタープログラムに切り替えて8月に受け入れるということにいたしました。皆様方のご理解、ご協力に心より御礼申し上げます。皆様にとりましては AFS の活動の中で初めてだと思いますけれども、春に受け入れ生が来ないという状況になりました。おそらく今まで大変努力していただいたことに対して気落ちなどがあるかと思いますけれども、ぜひこの点ご理解いただきまして、こういう時期にこそぜひ新しい事態に対して今後どのように対応していくかということを皆様方でもいろいろ議論していただいて、これからの AFS 活動をさらに今まで以上に充実したものにしていくということについていろいろお考えいただき努力をしていただきたいと思います。 AFS 日本協会全体としましてもいろんな形でこういうことに、努めていきたいというふうに思っております。 AFS の国際コミュニティにおかれましても大変いろいろ協力をしていただいておりますし、それから日本に対して支援の申し出がたくさん来ております。私たちはやはり AFS コミュニティの中で決して孤立していないということを強く感じる今日このものでございます。 AFS 友の会というものがございまして、これは AFS 日本協会の仕事をいろいろ側面から支援していただいている会でございますけれども、この震災の後直ちに新しいチームを作りまして、 AFS の関係者の方々で被災地で被災された方々、あるいは避難している方々に対してホームステイをアレンジするという仕事と、それから日本の国内あるいは海外から申し出のある支援金に対しまして、これを受け入れて被災地の皆様方にお送りすると、そういう作業をするシステムを作っていただきました。 AFS 友の会の皆さんにも大変厚く御礼申し上げたいと思います。こういう困難な未曽有の事態に際しまして、我々の今まで行っていた仕事にいろんな支障が出てきておりますけれども、こういう時にこそぜひ AFS 全体が団結して協力し合ってこの困難を乗り切っていきたいと思います。普段から事務局、支部、ボランティア、ホストファミリー、ホストスクール、あるいはその他の関係者との連絡が必ずしも十分でない点がありますけれども、こういう時にこそこれまでのその困難を改善して将来に向けてより強い、より効率的な AFS 日本協会を作っていきたいと思いますので、皆様の
ご理解とご協力をぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。